にちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はダイソーで売ってるこれお掃除用品の紹介です。排水管の詰まりブラシ、じゃーんこちらを紹介したいと思います。はい、排水管というのはあれですよ、シンクの中ですね、食器洗いのこのシンクの中の水がちょっと流れが悪いなと思ったらもうすぐこれ買ってくださいね。これで結構ね曲がりますんでね、これでもうシンクの中ね全部取ってこれを突っ込むんですよ。そうするとすっごい流れが良くなりますんでね、もうこれ本当におすすめ。こんだけね結構曲がって、曲がるけど力かけられるんで本当に便利だなと思って、一回ちょっとね使ったものであれなんですけど、はい、本当に便利でした。排水管の詰まりブラシですね、これダイソーさんに売ってるのでね。けどこういうお掃除用品100円で買えるのって本当ありがたいですよね。これ全然使い捨てじゃなくてまだまだ何回も使えるし、本当ね力かけられてねグリグリできるんでね、もう本当これ良かったです。こんな専用のブラシまであるんですね。本当痒いところにね手が届くというかね、そういう商品ダイソーさん多いですよね、助かるということでね、今日はお掃除用品、ダイソーさんのお掃除用品の紹介でした。ご清聴ありがとうございました。